ピクシー・ボブ、本講話は翻訳したものである。ピクシー・ボブは、ブリーダーのキャロル・アン・ブリュワーにより、ボブキャットの自然繁殖の結果生まれた雑種であると発表された決闘であったが、その後の DNA 検査で、ボブキャットの遺伝子は見つからなかったため、家猫として飼われたり、ブリード登録されるなどの域に留まっている。1985年の春、キャロル・アン・ブリュワーはマウント・ベーカー。 ワシントン州カスケード山脈のふもとで、オスのブチ模様の多子症の子猫を買った。このオス猫は、ボブキャットのような短い尾を持っていた。1986年に、ブルワーはさらにもう一匹のオス猫を救済したが、この大きな猫もボブキャットのような尾を持っていた。この猫は、非常に痩せていたがそれでも十七ポンド、八キロもあり、体位も高くブルワーの膝の高さくらいまであった。 この大きなオス猫を家に連れて帰った後に、隣の家に住んでいた野生的な外観のラウンスポッテッドのメス猫と交配させることになる。1986年春には、この交配でできた子猫が生まれ、ブルワーンはこの中から一匹自分の手元に残し、この猫をピクシーと呼んだ。この一年後からこのピクシーを元にしたブリードのプロジェクトが始まった。その後数年間、 ブリュワーはカスケード山脈地方のボブキャットといえ猫の自然繁殖にいる雑誌と思われる23匹の猫をプロジェクトに用い、これらの猫を伝説の猫と呼ぶことにした。ピクシーボブは最初インターナショナルキャットアソシエーション、キカでエキシビジョンのカテゴリーで1993年に登録され、その後1996年に新種と新色のカテゴリーに上がり、 1998年にはチャンピオンシップのステータスを得ることになった。ピクシーボブは当初自然の新種と区分けされ、表現型の似ている自然繁殖の種類ものがある地域で荒廃された新種とされいるが、現在では新しい自然、ブリードまたは地域のブリードと区分けされている。一系荒廃に使われる伝説の猫はここに地下の審査によって選ばれる。 ピクシー・ボブは北アメリカのボブ・キャットに似るように、荒廃された完全な家猫である。ピ下のピクシー・ボブとして認知されるには、母猫か父猫のどちらかが、ストーン・アイランド・ピクシー、このブードの元となった猫の血を引いてなくてはならない。ピクシー・ボブは、大型の猫で、オスは18ポンド、8キロ、メスは14ポンド、6キロにもなる。比較の対象として、 通常の平均的な家猫は10ポンド弱4.5キロ程度である。ほとんどのピクシーボブが肉球部分に黒い毛と皮膚があり、耳の先は尖っていて、耳の毛が多く生えている。唇は黒く、目の周辺の毛は白いが、アイラインは黒い。顎の毛は白いがその下の皮膚は黒いことがほとんどである。髭は、 根元から25%までが黒で先端までの75%が白くなる場合もある。毛の柄は虎模様で赤毛が混ざっていることが多い。腹部の毛は通常赤みがかったゴールドで多少のティッキング、ブーチの縞模様がある。多くは短毛であるが、時事長毛のものもいる。眉ははっきりとしており、目の形は三角でなくてはならない。目の色は子猫の時期には青いが、 少しずつ緑色に変化し、数ヶ月後にはゴールドに変わる。一部完全にゴールドに、変わらずにゴールに、緑色が混ざったような色になる場合もある。尾はないに等しいくらい短いか、あるいは2から4インチ、5から10センチ程度は、地下では望ましいとされているが、長い尾もある。ピクシーは長い尾を持っていた。長い尾は一部のブリーダーによっては、ボブテールの外観が、 人気のためにつまめることもある。頭は通常ような足型である。頭の形と尾は非常に重要な特徴とされている。成長型は中くらいで1年で性病になる。通常の家猫と違い約3年ほどで性病のサイズになる。ピクシーボブは非常に知能が高く、社会性もあり、ハイパーではないが運動が好きで他の動物と遊ぶことも好きである。 鳥のような鳴き声を出したりうなったりすることで知られ、ほとんどは、ミャーとか、ニャーと鳴くことはない。この鳥のような鳴き声は、ピクシーボブの言語であり、これらは、時々喉を鳴らしているような音に聞こえることもある。一部のピクシーボブは飼い主にも他人にも、社交的であるが、一部は他人を怖がる場合もある。通常は、飼い主と同じ部屋にいるのが好きで、飼い主が行くところへついて歩いてくる。 その他の性格的特徴は、などがある。多くの人がまず、ピクシーボブが自分のライフスタイルに合うだろうかと最初に問うが、いざピクシーボブを飼うと完全なピクシーボブ基地がいい、通称ボブ基地になる。大抵はあまりにも気に入ってさらにもう一匹、ピクシーボブを飼うようになる。一部の人は、ピクシーボブは他の家猫よりも一段上の猫であるとも言う。 一部の飼い主はピクシーボブとの最初の出会いはまるで一目惚れのようとも言う。一部の人はピクシーボブを見て数分で好きになってしまう。ピクシーボブは非常に社交的で人との日々の関わり合いを大事にするので猫への興味があまりない過程には向いていない。ピクシーボブは人間のことは大好きであっても他の猫のことはあまり気ではない。 ピクシー・ボブは常に構われていないとダメというわけではないが人間との触れ合いが多く必要で放置されていると鬱になることもある一部のピクシー・ボブは犬のように飼い主が家に帰ってくるとドアの前で座って待つようなこともする一部のピクシー・ボブは若いうちは抱かれるのを嫌がるが同じ部屋にいたり隣に座ったり膝の上に乗ったりすることは好きであるまた飼い主の後を追って 家の中を歩くこともする。ピクシーボブは綱をつけて散歩することを教育することができる。散歩をする場合は安全のため、必ず全身用ハーネスをつける必要がある。すべての猫はお気に入りのおもちゃがそれぞれにあるが、ピクシーボブはどれもボールが好きなようで、特にサッカーボールのような外観の小さいボールが好きである。多くのピクシーボブは爪を使ってなところに、 登るのが好きである。ロープの巻いてある、キャットツリーや登れるような本物の木の枝などは、必需品である。登る場所が用意されていれば、大抵のピクシーボブは、爪で家具に傷をつけるようなことはせず、また自分で登ることにより爪が尖れるのであえて爪を、切る必要はない。自分に合った、ピクシーボブを選ぶ場合、キャット商用のピクシーボブが欲しいのであれば、 外観重視で選ぶべきであるが、家で飼うペットとして考えているのであれば、性格重視で選ぶべきでや。自分に合った性格の猫を選ぶことが、飼い主との関係をより深くし、お互いの幸せのためであるからである。一部には、ピクシー・ボブに完璧な王の形を求めている人もいるが、最初のピクシー・ピクシーは長い王を持っていて、また現在ピクシー・ボブの血統が存在するのもピクシー。 最初のピクシーボブの性格があったからである。キャロル・アンブリは、ピクシーボブの作者を夢中にさせたのもピクシーの性格で、そのためにピクシーと同じような猫をいくつも作ろうと思ったので、ある。ピクシーボブが最高のペットとなるのは、性格が鍵である。一部は、多少違う性格でもあるので、自分と自分の家族に会うピクシーボブを探すべきで、 純粋な血統症付き猫でなければ幸せになれいというような勘違いに惑わされるべきではない。多くの信頼性のあるピクシーボブのブリーダーは自分のピクシーボブがあった家に行くことを望んでいるのでブリーダーにどんなピクシーボブが合うか選択のアドバイスをもらうことも一つの手段である。ピクシーボブは何度も伝説の猫と異形交配を行っているため遺伝子が多様で純血種に 特有の健康面での問題は特に知られていない。ピクシーボブのブリーダーは病気のデータベースを使って病気のデータを記録しモニターすることも行っている。下記の病気は稀に発生する遺伝的な病気である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。